どうもメンディーです。今回のムーブオンはシンプルに私の思い出の風景を皆様にお伝えしたいと思います。今回のムーブオンは、私メンディーが最後の学生時代を過ごした思い出の地飯田橋の未来に向かって変わりゆく今の姿をお届けいたします。いやー、いやなんか本当に飯田橋はね、私が高校卒業して1年間、通っていた、専門学校がある場所なんですけども、このね景色を皆様にどうしてもお届けしたかったんです。足元広く空いております。というのは実はね、この JR、総武線の飯田橋のホームが、今私が立っているこの位置から、駅のホームそのものがだいたい200メートルほど、隣駅市ヶ谷方面、まあ、新宿寄りの方に、移動するんですよ。それはね、なぜかというとこのホームの作りに理由があります。見てください、これ実はねすごいカーブになってるんですよ。でこのカーブが原因で実は特にカーブの急な位置で乗り降りする方っていうのは足元に30センチ近く隙間が空いてしまうのね。でやはりそれによってちょっと、まあ事故っていうか落ちちゃったりっていうことも過去にあったみたいで、で2020年の東京オリンピック開催の頃を目指して駅そのものを200メートル、新宿方面に移動するっていう大工事を実は、2014年頃から行っています。でそうなると本当にこのカーブの真上から見えるこの景色、このねホームから見える飯田橋のこの歩道橋の景色がね、私はすごく好きだったのね、専門学生の時に。これがね幻になっちゃうんだって思うと、なんかいても立ってもいられなくなってしまって、なんかすごいわがままになっちゃうけど、皆様にこの景色を一緒に覚えておいていただきたくて、今回この場所ムーブオンのねスポットに決めました。途中ね電車の音とかガーって入ってきて私に声がうるさくなっちゃって申し訳ない。でもねこういう音も含めて景色とワンセットで私の大切な宝物なんです。やっぱりどうしてもねこの飯田橋に限らずまあ東京っていう街はどんどん変わっていくので言っているのでね、寂しいけどでももっと素敵な街になればいいかなっていう気持ちはあります。もうこういう風に見て電車 が来るのね、いつもねなんかこうこの中央特快が通り過ぎていくのを見るのが楽しみだった。
で、この電車を見送っている間に自分が電車乗ることをね、忘れちゃうの。あ、こっちのこのね、あっちの方に行くと神保町の方になるんだけど、前もムーブオンでご紹介した。この景色も見られなくなるのか。すごく寂しいけど、でも幻になることで思い出がもう本当にこうパウチで大事な切り抜きの記事を真空にして永久保存するような気持ち。実際に自分が学生の頃はね、その景色が当たり前だから、ここまで愛着なかったかもしれない。でも今はなんか愛しいっす。あー、来た来た来た。今度あっちの歩道橋側からホーム覗いてみましょうかね。久々に降り立ってみますかね。だからここもなくなっちゃうんだもんね。いやいやー、なんか一歩一歩なんか踏みしめる感じ。うわー、なんかすごい懐かしい。うわ、今ニューデイズになっちゃったけど、ここにサンドイッチ屋があって、ここで毎朝ツナサンドを買って、でさっきの歩道橋を渡って専門に通ってたの。ああ、いや、これももう見れないんだもんね。ここで止まってる絵っていうのもさ、電車がもっと新宿寄りにホームが移動するわけだからさら気づいたけど、飯田橋です、ここが。いや、なんかあれだね、その当時にもっと自分に余裕があったら、もっとこういうさ、街のディティールを堪能できたんだろうね。一番余裕がなかったかもしれないな、専門通ってた時は。別にその専門での勉強が云々とかじゃなくて、いろんなことが重なってたから、少しは大人になったってことかしら余裕が持ててるんだろうね、いろんなものを見渡せる。ありがたいことです、周りに感謝ですね。自分一人じゃ無理だから、そういう気持ちで一歩一歩ずつちょっと歩道橋を、そう、あ、この時間になんか登ってるってことはもう普段だったら遅刻なんだけどね、学校で言うと。今
昼ちょっと前ぐらいの時間なので、で、あー、そう、この景色、いやー、そう、これが、この景色が私の中の飯田橋ですね。いろいろ思い出しちゃう。今日実は土曜日なので人が少ないんだけど、平日はね、まあ、普通にサラリーマンの方とか、学生さんも多いので、この歩道橋すっごい常に揺れてるの。震度4はあるんじゃないかってぐらい揺れてるの。でもその揺れがね、これから授業を受けに行くっていう心弾ませるの。不思議よね、ビートだよね。で、人の振動っていうかさ、ステップで揺れてるわけだから、もう本当天然のビートだよね。今日ちょっとビートがないのが少し寂しいくらい。ああ。秋の日差しがね、心地いいな。一番好きな季節だな、秋冬。一番好きな季節にこうのんびりと思い出の地を、そしてもうこれが幻になってしまうわけだから、なんかこう、なんつったらいいんだろう、このムーブオンっていうプログラムを持って私のなんかこう思い出を影落としにして、その消えてしまうんではなくて、ずっと永遠に今世に残すことができるっていうのがね、我ながらに素敵なプログラムだなってちょっと思っちゃいました、今回特に、で、なんてことないの、本当になんてことのない景色、景観なんだけど、そこに人の思いが重なると、もう本当に映画のワンシーンみたいに素敵な景色に変わるから、すごいよね。景色だけでもダメ、そこに人の思いが重なって映画のワンシーンになるみたい。で、向こう側を向くとね、私の通ってた学校の方なんですけど、みんな何してんのかな、私のこととか覚えてんのかな。でも実は私の今までの、メイドインホームカミングっていうアルバムからの全ての作品のアートワークは、その専門の時の仲間がね手掛けてくれてて、それがね、でも今日につながってると思うと嬉しいな、嬉しい。こうちゃんありがとう。なくなっちゃうってよ、この景色が。いやー、なんか
もともとね、今ここ、こう骨組みになってるけど、ここから私がさっきいた旧飯田橋、旧っていうかまだ今現在はまだあるけど、まあ、後に幻となるあのカーブの旧飯田橋ホームにこうつながるね入り口だったんだけど、そこももうね塔に工事開始と同時に解体が進んで、でここから向こうの方、あの牛込橋からこう見下ろす形で新しいニュー飯田橋のホームがね、じきにお目見えするということで、ちょっと牛込橋の方に行ってみよう。でいつもね、ここ最近来るたび思うんだけど、私が専門学生だった13年ほど前にはこんな高い建物なかったからね、周りに。本当にね、なんか不思議だよね、ガラス作りの新しいビルが建つだけでキュッと引き締まるような感じがするの。あー、もう結構できてるね。すごい。あー、すごいね。以前神楽坂をムーブオンで取り上げたことがあったんだけど、その時に訪れたもうキャナルカフェ、が真横に飯田橋の駅が来る形になるんだ。あー、すごい。まだ何も板も張られていない骨組みだけの屋根。すごいね。なんかこう新しい駅のさなぎっていう感じなのかな。こう通り過ぎてくよ。いずれここに泊まるんだもんね。ちょっと感傷的な気分にも浸りましたが、でもいざこう新しい駅を目の当たりにすると、少しこう明るい気持ちになれる。なんか今日のこの景色のことを忘れないんだろうな、一生。もちろんほらアップされた番組をもう一度見れば、何度でも繰り返し見ることのできるものではあるんだけどね。今まだ残念なことに、こうテレビとかインターネットを通してこの湿度だとか気温だとか匂いとか、そういうところまではお伝えすることができないので、今日は私の、まあいつも感情論で語ってるけど、それちょっといつもよりもね、どう増して感情論でねお届けしてきましたが、本当にねこの風と湿度と、そしてこの立体をぜひ皆さんにも味わって
過去、現在、未来、その全てが今集約されているような場所、ここ飯田橋、きっと皆さんの生活と重なるところがあるかと思います。私だけじゃなくて、そしてまたね、それぞれ新しいスタート地点に立って向こうを目指していきましょうよね。というわけでメンディーでした。